インターネットユーザーの実に87%が YouTube を利用しておりここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます詳細は説明文のリンクよりご覧ください データーは元外交官でで評論家孫崎ウケルさんです。この時間は、孫崎さんにアメリカとロシア、米ロ外相会談について話を伺います。アメリカのケリー国務長官とロシアのラブロフ外相、12日、ロシア南部のソチで会談を行いました。途中からプーチン大統領も加わりまして、ウクライナ問題、あとは過激派組織アイシルへの対応など、幅広い課題の解決に向けて協議を行ったと言われております。両国の外相アメリカ ロシアの外務大臣はですねウクライナ危機めぐる対立が続いていると強調しながらも、まあ、いずれも2月に達した和平合意の履行に真剣に取り組んでいると述べそれぞれの影響力を行使してこのプロセスで協力するよう、えー、前当事者に促すことこれを約束しました眞子さんはこのアメリカとロシアの外務大臣外相会談というのはどうご覧になっていますか クリミアとかウクライナの問題だけではなくて、世界の超大国なわけですよね、両方とも。そうすると、イランの核兵器の問題をどうするか、あるいは今、シリア情勢をどうするか、イラク情勢をどうするか、こういうところで、アメリカの行動と違うことをロシアにやられたら、もう米国が意図する世界の秩序っていうのは壊れていくわけですよね、そういうことでなんで、どうしても話をしていかなきゃいけない。とということで、 あのもう一回、やっぱり、うんえー、ロシアとは世界情勢で協調していかざるを得ないんじゃないかという気持ちを、このケリーさんあたりは強く持ってるんだと思います、えー、あのウクライナとクリミア問題の時には、ですねあの冷戦の後かなり深刻にそのアメリカとロシア、仲が悪くなったと言われてますが、はいはいと、そうすると、まあ仲悪いまんまじゃしょうがないやっていうことなんですね。ということで、えーえー、ただですね。えー これはあの考えておかなきゃいけないのはあのケリー。 国務長官というのは、どちらかというと和平派なんです、ほとんどのところで会談をやりながら、安定を目指す、それと違う人たちがやっぱりまたいるんです、アメリカの中に。特に軍事関係というのは、緊張を高めることが、実はアメリカを引き締める、西側を引き締めるというグループがありますから、この流れでもう終わったということじゃないと思いますそうすると、これからも、例えばケリー国務長官が話をせっかくつけて 来たんだけれども、それがまた覆されるというような、ええまあ、事件が起きる可能性もあるとす、ねまあまあ、特にあのこれから、えええー、しばらくはこのウクライナ問題、特にウクライナの東部でのこう軍事摩擦をめぐって、えええー、ロシアが。 後ろにいるんではないかという問題が必ず浮上してきますから、ええ、これで米ロ関係が安定したっていうことではないと思います、うん、あの逆にその、ま、アメリカ側から話をしましょうといっても、ロシア側が受け継がなければ、これは成り,立たなあの成り立たないわけですよね。特ににこのののウウククラライイナナ問題いいうははる東部は 基本的にロシア語をしゃべるロシア人ということですから、これをやっぱり支援する、これは続けると思いますね、そうすると、ウクライナとの緊張が続きますから、言葉で仲良くしようといっても、ロシア側はウクライナの軍事支援をやりますから、そうすると、この不安定がそのまま続いていくということでも、とにもかくにも話し合わないと始まらないそうですねということなんでとか なるもんなんですねや,やはりあの両者は対立はできないということで、ええ、これはのメルケルも同じですよねはあ、はあ、クリミアはおかしいけれども、ええ 緊張があればあるほど、えー対あの、対話は持たなきゃいけない。うん、ということで、ええまあ、私あの、あえて、えー、肩持つようなことを言うんですけれども、鳩、ええ、山さんが行ったときに日本、みんなバッシングしましたよね、だけど、自分やの時にはあの、相手がおかしいこと、緊張があるようなことをしたときにこそ、うん、対話のルートっていうのは必要なんだと,、ええ、と思います、はい、また後ほどお話をお伺いいたします。